陸英州は、第5から9代大韓民国大統領、牧世紀の妻で、韓国史上3人目のファーストレディである。大韓民国第18代大統領の、牧久根は、長女、イージーテック会長の牧師番は長男である。中西北道北戦軍で、陸将広氏、李慶霊夫妻の間に一男三女の次女として生まれた。土川花高等女学校を卒業した後、 1950年に当時陸軍中佐だった僕世紀と結婚し一難二条を設けた。夫の大統領就任後は政治外交史や歴史学、英語など多方面にわたって著名な大学教授たちから毎週講義を受けることで政治と社会問題に視野を広げ続けファーストレディとしても反復姿に 穏やかな表情によって、ニュース映画などを通じて国民に素朴な印象を与え続けた。家庭でも夫に尽くす妻だったと伝えられている。また、福祉、教育に深い関心を持ち、幾度となく個人院や保育園へ足を運び、子どもたちへの教育、福祉に対する政策を広げるなどした。1969年4月には、子どものための福祉財団である、育英財団を設立し、 子供大公園や子供会館の混流を主導した。他にも、ハンセン病患者たちが収容されている施設を訪問して、自活支援事業を展開する貧困者を対象とする職業訓練施設を設立するベトナム戦争に派遣された将兵たちの家族への慰問と労を重ねる災害現場へも、自ら直接出向き、被災者たちを親しく慰め、 勇気づけるなど、積極的に、ファーストレディとしての役目を果たし続けた。私生活においても、使用人たちの面倒を見る寛大な性分で、周囲の尊敬を受けたことでも知られている。こうした、行いから、国母と呼ばれ尊敬されていた。僕が、学生運動などを抑え込むなど、強圧的な姿勢で退治し、国民からの評判も決して良くなかった時代の中でも、 聖画大の野党とまで称された。僕に反感を持つ人でも、陸には好意的な印象を持つ国民も多く、文政公事件による国民のショックも大きかった。金正筆は、陸の慈悲深い国母、というイメージは作られたもので、実際にはよく深く、人のありがたみを知らない女性だったと評している。さらに、金が、米国の不評学校に留学したとき、 出産直後の妻僕境玉の食事をお陸が、準備しなかったことを知り、帰国して、自分はご飯を食べておきながら、子供を産んでお腹を空かせている産婦にそんな仕打ちを、するのかと質問したことを引き合いにした上で、は一言も言えなかった、他人に対する配慮がないと述べた。文成公事件1974年8月15日午前10時、ソウルの南山にある、 小中道国立劇場大ホールで開かれた幸福節記念式典会場において総連の指示を受けた在日朝鮮人の文聖功が撃った銃弾が頭部に命中して死亡した。文が朴正熙大統領を狙って撃った一発目の銃弾が外れた後犯人を狙い撃ちするために演弾から走り出た牧将経験護室長を狙い。 文が発射した四発目の銃弾が陸に当たったものだった。正規は式典では気丈に振る舞ったが、式典を終えた後に病院に駆けつけて、妻の死を知ると、その場で号泣したという、ありがとうございます。